ごめんね。うわー、やりてえ。聞こえたかな今。説明しよう。このモードは近くの人の声が聞こえるだけではなく、近くの弁当の声も聞こえてしまうのだ。聞こえる聞こえる、こもって聞こえるわ。弁当から聞こえてるなって感じで聞こえるな。うん、弁当から。でもあれだわ、その中野っちさんの表示は出ない、右側のオーバーレイの。ああ、それは出ないわ。ああ、なるほど、うん、聞こえはする。あ、本当だ。ワンちゃん聞こえたかな。弁当から声聞こえるのはテスト。誰もいないの。待って、え、死んでる、死んでる、死んでる。いや、待って、俺ごめん。おい、あのね、ちょっと待って。これね、はいはい。え、あの、今、ちょっと皆さん、あの、自分の体調を教えてもらって、体調を教えてもらっていいですか。体調、体調、体調いいです。今、どう、なんか、ホテッドです。グッドです。まあまあ、寒い、寒い。なんか、どっか痛いとか。寒い。寒いです。お腹、お腹痛い方、末端冷え性。お腹痛い方。お腹痛い方います？いや、俺、いや、あの、あの、宝磨くとこあるじゃないですか。コックピットを。あ、違う、金庫室の左側に、なんか、なんとなくで行ったら、弁当の中から、腹痛いなって聞こえたんですよ。うわぁ、やりてぇ。腹痛いなって聞こえたんですよ。で、一つ分かることは、え、絶対女性でした。でも僕、本当は分かんないから、その子。女性でした。もう少ないな、女性。女性確かにな。醤油さんか。え、そう、女性ルアーでいいかも。どうなんだろう。どうなってきます？女性ルアーで多分いける。絶対いける。払いてえでさ、殺されたらさ、くっそダサくね、恥ずかしいよ。そう、本当だったら。え、でも、したい、したい。さんか、醤油さん。したい、したい。大丈夫、大丈夫、大丈夫。わかんない。うおぉ。入れちゃったみたいな。休んでください。大丈夫ですか？お腹痛い。お腹痛い。お腹痛いよ。これね。まあなんか、女性誌をなんかローラースクみたいな話出てたんですけど。一応お腹は痛くないですか？それは大丈夫です。あ、大丈夫です。大丈夫です。